はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回から PS1 ソフトアストロノーカプレイしていきたいなと思います。このゲームはね、以前から気になっていて、ちょっと視聴者の方からもやってくださいっていうことだったんで、はい、今回からやっていきたいなと思います。じゃあ始めていきましょうか。まあなんか、なんだろう、あ、出てきてるけど、宇宙で一番の野菜を作るのが目的なのかな。ね、農家ってなってるんで、じゃあニューゲーム、入植の手続きを開始します。よろしいですか。はい、あ、名前、はい、名前アポロンで、入植先がニッカボッカ星系で、テンガロン地区第3級小惑星ロノド75、これ住所かな。パートナーはアリ、あ、アリなんだ。で、標準型農業ロボットノーリンピート1号、あ、宇宙農夫ん？あ、いきなり旦那様、いよいよ今日から農家としての生活が始まりますね。まずは畑に行きましょう。あ、畑、ちょっとね、昔やったことあるんですけど、こんな感じだったな。ここが僕たちの畑ですね。今は一つしかありません。整地済みってやってんだ。聞いた話では、ある条件で畑の数を増やすこともできるそうですが、それはさておき、ご覧のように一つの畑は6つのブロックに分かれてます。1ブロック1つずつ種をまいて野菜を育てることができますよ。さて、何からご説明しましょうか。種まき、まあ普通に種まいていくんだろうな。ふんふん、野菜の成長、あ、成長中の野菜は勝手に世話してくれるんだ。なるほど、タイミングだけ自分で決めてくださいってことかな。よし、もういいや。あ、もう野菜作っていっていいの？なんだ、全野菜、B 野菜、B 化野菜か。しまいも。あ、これ買って育てていくのか？しまいもしかないんだけど。あ、これでイエスで。金は？あれ？あ、種持ってないんだ。じゃあ、畑から出て。あれ？あ、そうかそうか、ノーにしないと。いえ。誰かいんの？カレンダー、アストロネット、あ、ネットあるんだ。持ち物リスト、持ち物ありません。ピート、旦那さんは僕の自己紹介をします。僕の名前はノーリンペット、あ、ノーリンピート1号、農業用ヘルパーロボット。あ、よろしくよろしく。ネットは、あ、メール来るんだ。コンクールの部屋、あ、これで読むのか。なんかコンクールしていくっていうことかな、出していくっていうことかな。カレンダー、あ、なんかあるんだ。これなんだろう、ハーブ祭、祝日ってことかな。農協の日農協の日。ペドロを呼ぶっていうのは何なの。ペドロ自体が誰。あ、商人か、話を聞く。あー、種を変えんのか。あれ、売ってないけど。あ、売ってんの。あ、売っていた。株高くない？ 80？ 1個 80？ 3つで80か。で、植えときゃいいの。あれ、株、あ、そうかそうか、株買ったのか。え、これでいいのかな。とりあえず4つ、お金もないし。セーブ、じゃあ1日終了。あ、こうやって育てていくんだ。え、なんだ、旦那様、僕の仕事は旦那様のお手伝いをすることで、さっき言った気がするんだけど、特に情報分析が得意なんですよ。ここは何をする場所なのか、これはどういう品物なんだろう、そんな疑問を感じた時は三角。あー、なるほど。ふんふん、アストロネット、アストロネットは毎回見た方がいいのかな。めっちゃ来てるけど。未読 9？ え、そんなあった？あ、ほんとだ。トラップ。トラップ、なんか、あー、解説か。これ読んでいかないとダメなの？うんうん。初心者、あ、しまいま初心者向け。あれ？星株は何なの？
ああなるほど。シマイモも干し株も初心者向け。ふんふん。ああ種をたくさん取りたかったら完全成熟を待った方がいいのか。支障箱いっぱいあるな。ミスター木村よし。で畑見るか。何もなってないな。あ、なってるなってる。え、これ初期まだできてないのかな。それがわからない。ガンガン進めるけど。ん、アストロキング、あ、アストロキングになるのが目標かな。うん、そして畑はこれできてるんじゃないかな。あ、成熟って書いてある。でも種も欲しいんだけど、2つ取ってから1つは種にするかな。収穫収穫で、これは種にしようかな。完全成熟させて、あ、あいつに売った方がいいのか。うん、あー、いい種を作っていくっていう感じか。と売ろう。いくらで売れるの。あ、90。あ、めっちゃ儲かるあ、そうなんだ。あとはもう自分でどんどんいけるし、あ、楽勝なんじゃないか。ゲームとしては簡単なのかな。儲けること自体は難しくなさそう。種3つ、あ、成熟しますね完全に。種3つで種あんのかな。あ、よしよし、これでどんどんお金増やしていったら楽勝でいくんじゃないかな。よし、でまた終了して、あ、サクサクいくな畑は。あ、すげえすぐできるこれで無限にいけるんだけど、無限ループ早くも錬金術で、また打ってお金貯めて、あ、株高いなめっちゃ。なんだ、微妙に種類が違うのかな。あ、種売ってんのかこれ種売っちゃってんのか。うんうん、いや種は売ってないな。よし、でこんな感じで育てていったらいいのかな。もう何もなくトラップ配置ってなってるけど。ん、あ、そうだそうだ、パブーが、バブーか、こいつが出てくるんで、なんだ、キック力、こいつをやっつけておかないと農作物が食べられるんだったっけな。あれ、なんだ、あ、バブーが来てるからトラップ仕掛けて、あー、なるほど、ぐるぐる台 R と L で、ジャンプ台 P とのかかし、あー、そうそう、これでなんか仕掛けていくのかな。この空き地がバブーと僕たちの戦いの場になりますね。名付けてトラップフィールド。電力があるな。バブーは南にある橋を渡ってこのフィールドに入ってくるはずです。そして北のゲートを目指すでしょう。北側のゲートをくぐられたら畑に侵入され、あ、北側のゲートに入れてはダメなんだ。なるほど、まあ、とりあえずやってみよう。設置しよう。あ、置いてくれるんだ。あー、え、これだけでいいの。ふんふん、明日からってそんな毎日来んの。え、持って3日、下手するとそんなに来んの。どうなんの、あれ、手持ちのトラップこれだけしかないんだ。あれ、あ、そのうち来るってこと。買っとくか。じゃあ、あれ売ってないけどまた次か。あ、来た。どうなんの、今日のバブーはバブーバブーですなんだ、スタミナみたいなのあるけど、
あ、こうやって。どうなんだ、左上と、あ、下が時間で左上が体力的な感じかな。よくわからないこのメーターは。なんでこいつこんな同じように引っかかるの。どうなの。これ嫌なの。楽しいんじゃない。かかしで、あ、怖がってんだ、カラスみたいな。え、いや、気楽して。あ、芸術点102点。なるほど、あいつらをなんか倒していかないとダメなんだ。ちょっと畑どうなってる。あ、種できてる。じゃあまた植えとくか。よし、全部植えて、まあ、お金の方はね大丈夫だと思うんで。さあ、トラップ、これを自分で仕掛けていくのか。ジャンプで、あれ、同じようなのしかないけど、一個ずつ買っていく。結構金かかるな。あ、かかし高いんだ。トラップ配置、これ右に行くってこと、これ左に行く。ああ、そういう風に考えていくのか。じゃあとりあえずこんな感じかな。適当なんだけど相当。よし、双眼鏡また来てんの。あ、来てる。ほとんどジャンプできませんね。色が違うんだけど、これで大丈夫か。さあ来た。これが楽しいのかな、こいつらをやっつけていくゲームなのかも。あ、普通に正面から来る。多分横から来るやつもいるんだよな。そして、あれ、左行かないの、入った。あ、考えてる。ここら辺はそのまんまにしてるからな。あれ、やばいんじゃない、突破されてるぞ。どんどん突破されてるぞ。やばいやばい、手前の方に仕掛けすぎた。来るかもこいつ、たどり着くかも。え、マジで。あ、全然ダメだな、手前の方に置きすぎてる。ってことは、どうした、納屋を掃除していたらいいもの見つけた。浅底落とし穴5個も見つけたの。あー、消耗品なんだ。で、畑はもうちょっとトラップあれだな、買っといた方がいいな。呼ぼう呼ぼう、トラップ大事だわ。よし、ちょっとお金なくなったんですけど、またトラップ配置していきます。じゃあ今回こんな感じで結構電力も使ってきたな。さあ、また来るかな、毎日来んの、また来た、なんだバブチャか、なんだ。全然違うやつ来たんだけど、大丈夫かな。よし、基本こいつらを撃退するゲームだな。毎日来るんだったらいい感じ、いい感じ。ここら辺は相当層が厚いよ。あ、来た、落ちる落ちる。これでいいの、あれ、抜けてるかも。あ、脱出失敗してる。捕まえた、どうなんの、え、どうなんの。捕まえたどうなんの、家にいんのかな。あ、マイバブーってある、マイバブー。あ、なんだなに、コレクションしていくの。コレクションか。あ、コンクールとかなんか来てんな、配送とかもあるけど。こいつやる気あるの、あるのか。あ、で収穫してどうなるんだろう、種の交配ができないとダメだよな。で、ペドロ呼んで、特に何もなくで売っていったらいいのかな。
あ、すぐ金たまんな、本当に。はい、ということでね、ちょっと今回最初の部分やってみました。今後またあいつら毎日来るのかな。あ、来るな毎日来るのこれ。多分3体ぐらい来るんだろうなって感じでね、まあ、お金自体の心配はあんまりないんですけど、あいつらがどうなっていくかですよね。まあ、落とし穴作っといて、はい、まあ次回もねこんな感じでやっていって、多分コンクールも来るのかな。で次回はまたコンクールあたりを楽しみにしてやっていくんで、お楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てお気に下がっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。